SBD Emergency。災いの目覚めじゃ。やはり予感した通りだ。そうだ、間違いない。災いが眠りから覚めたのだ。家来を送って必ず探し出す。あの一切あれば俺様の軍はこの銀河で最強だ。ニックヒパワーレンジャード、今度こそ地獄の底に送ってやるからな。ボス、お言葉ですけど、でも本当にマジでやるつもりなんすか？5対1なんてどう考えても無理がありますよ。まあやってみよう。では変身だ。行くぞ。ボス、 SPD エマージェンシー。 SPD エマージェンシー。ふっはっ、シャドウレンジャー、お前たち行くぞ。どうだ、レディー。シミュレーション開始。ポジションにつけ。はっ、いや、ふん、楽しくなりそうだ。落ち着いていけ。完全に包囲したわよ。俺から行くぜ。いや、はっ、はっ、嘘、マジ。発射の動きで弾道が見えたぞ。もっと素早く動け。ロジャー、次は俺たちだ。ブリッジ、オッケー。もう降参かな。はい、降参です。ブリッジは参りました。すごい、めちゃくちゃ強いな。シャレになんないよ。今度はガールズパワーの番よ。二人の息はぴったりだが、さらに訓練が必要だぞ。はい、わかったな。どうだ。すごい、あれが敵じゃなくてよかった。ほんと、グラムなんかボス一人でやっつけられそうね。お前たちはチームだ。チームとして戦え。待ってました、望むところだぜ。今度こそ勝った。ファイヤー。キャイ。俺も強いつもりだったけど、シャドウレンジャーのパワーは最強だな。言えてる。僕ら全員の力を2倍にしても1人のシャドウにかなわないかも。うん、私的には地球を救うのも好きだけど、シャドウに任せて日焼けサロンに行きたいな。僕はベッドを飾りたい。飾るってどういう風に？ストップ、やっぱ知りたくない。そこ、ゲームは終わり。子供は寝る時間だぞ。わかりました。はあ、ご機嫌なら。だってさ、シャドウレンジャーがいりゃ怖いもなしだぜ。だから俺らはこうやってのんびりくつろいでりゃいい。戦闘になったらどうする？スカイ、シャドウの強さを見ただろ。そうだよ、力抜いたら。確かにな。
シャドウレンジャーがいれば無敵だ。そうだね。いや、この辺りだぞ、間違いない。災いの石を見つけたらグラムはうなるほど金を払ってくれるはずだ。レンジャー、ダウンタウンに犯罪者出動せよ。うわ、何よ。夢で見たわけかと思った。笑える。アボカドパックの顔で戦うなんて最悪。行くぞ。まずは SPD エマージェンシー。ふっふっ、スペースパトロールデータ。近いぞ。確かに感じる。待て。そこを動くな。誰だ貴様ら。 SPD レッド、 SPD ブルー、 SPD グリーン、 SPD イエロー、 SPD ピンク。スペースパトロールデルタ、地球のディフェンダー。キャットが凶悪犯だって言ってた。見るからにね。打ちのめされたいか。そこをどきやがれ。ファイヤーは。うわなんで効かない。シノリー大丈夫か。まだ終わってないぞ。シャドウレンジャーを呼ぼう。シャドウレンジャー、応援願います。シャドウレンジャー、むちゃくちゃやりやがって。なんで助けが来ない。さて、これがとどめだ。来るぞ。どうなってんだ今の。覚えてろ。見ろ、なんか落としてたぞ。どういうことです。俺たちがやられてんのに知らんぷりって。シャドウレンジャーはどうしたんです。俺たちチームでしょ。忙しかったんだ。そんだけ。以前は私の助けがなくとも十分やってただろう。十分って本心？それとも実際はぼちぼちだけど、僕たちを傷つけないためにそんな風に言ってます？はあ、私のこと呼んだ。ああ、キャット、昨夜例の化け物がこれを落としていたんです。なんでかわかります？キャットに頼ってはいかん。必要ないはずだ。だけど。下がっていい。どういうことかわかってますか？君ももういい。ご苦労。くだらん用件なら許さんぞ。大事なお客を待たせてるんだからな。あんたの助けがいる。俺が探してるのは災いの石だって言いたいんだろ。パワーレンジャーも探してるぞ。先に見つけなければグラムに煙にされちまう。でも俺は見ての通りヴァンパイアだ。太陽の下には出られない。それは気の毒なことだな。サンシールドを打ってくれ。レンジャーの注意もそらしてほしい。金さえ払うなら何だってするぞ。これで足りるか。これは手付金だ。お待ちどさん。おい、なんでしつっこく俺の店に来て大事なお客を追っ払っちまうんだよ。俺は何にも悪いことしてないぜ。少なくとも今日はな。お前を逮捕する気はないよ。情報をよこせばの話だけどな。ああ。いいだろう。それって本心？ブリッジ。それとも、あ、そうか。これは何に使うもの？わざわい。ピギ、それどこで手に入れた？落とし物だ。これは何だ？
災いが目覚めた。は？災いって何？そいつはクラス5の格納フィールドだ。それに入れるのは災いの石だけ。話は終わり。もう見せちまいた。おい、災いの石ってなんだよ。言い伝えによると地獄のかけらだとさ。おい待て。それって。そうさ、地獄の底から持ってきたって石だ。その力で山は崩れ、海は沸騰する。石は100年の眠りにつき、目覚めた時には銀河系の邪悪な生き物たちがそいつを奪おうとする。もし奪われたら、悪い化け物が災いの石を手にしたら誰にも止められねえ。どこにあるの？え？東大元暮らしってやつだな。いい絵って古本屋だ。そこで偉大なる戦士が2000年もの間災いの石を守ってる。ずいぶん古めかしいな。偉大な戦士が石を守ってるって場所には見えねえな。100年間も読書で暇つぶししてたんだね。すごい数。おや？おほほ、これはよう来なさった。わしはバスキンというもんでな、古本屋を営んである。さて何をお探しかな？バスキンさん、店にはあなた一人？いやいや、JB がいつも一緒におるよ。 JB って？ああ、 JB はわしのペットのカメじゃ。どうも人見知りが激しくてな。どうぞお構いなく、なんつっての。災いの石を探してるんですが。はて、災いの石とな、どうだったかの。漬物石ならあるぞ。石頭もあるし、ローリングストーンズもじゃ。だが災いの石は知らん。すまんの。行こう、ここにあるわけない。またピギーのガセネタか。クルーガーは自力でやれって言ってたじゃん。なんか冷たくない？キャット、ウエストサイドが襲われてる。ランナーを出すわ。レンジャーらしい仕事の時間だ。え、あ、またどうぞ。お疲れ様。またね。それは俺が探していた本だ。こっちに渡してもらおうか。災いの石をよこせ。わしが誰か知らんようじゃな。誰でもいい。どっちみちその石はこの俺がいただく。わしの目の黒いうちはそうはさせん。まさかあっさり手に入るなどと思っちゃおるまい。わしが石の万人じゃ。これでも食らえ。待てよ。パワーレンジャーはこっちで引き止めてやる。いたぞ。デルタスクワットメガゾード。操ってるのは誰だ？スキャンするわ。え、ただの歩兵ロボットよ。まさかブルーヘッドか。うっそ、これは罠よ。かかってくるがよい、醜いケタモノめ。石は渡さん。ジジイ、ボレッティディフェンスの使い手か。当然じゃ。それももうおしまいだ。ドギ、助けに行って。ダメだ。何を待ってるのよ。まだその時ではないんだ。くるっと回って発射。
格納フィールドなしで触っては体の中に災いの力を感じるぞ。もう誰にも邪魔させるものか。レンジャー、ドラケルが災いの石を手に入れた。逮捕に向かえ。ちょい待って、まだ終わってないわよ。もう太陽の光など怖くないぞ。災いの石を手にした俺様は無敵だ。ただのうぬぼれじゃない。これが俺の実力だ。俺にかなう者などいない。シャドウレンジャーを知らないな。知るか、何がシャドウだ。クルーガーはどこだよ。来たわ、あそこ。ボス、はっ、ざまみろ。シャドウが来りゃこっちのもんだ。同じことだ。ボス、助けてください。お願いです。なんでじっとしてるの。みんなやられちゃいます。くらえ。なんで助けてくれない。必要ないからだ。は、任務に戻れ。私を信じろ。もういい、頼まねえよ。よし、みんなやってやろうじゃん。 OK、 かかってこい。喜んで。リフトだ。見てろ。いいチャーリー。ベンチ。イエイ、やった。それでいい。ジャッジメントタイムだ。はっ。ジャッジメントモード。なんだ、俺が悪いじゃない。他人の所有物を盗んだ窃盗罪、および災いの石の力で地球に害をなそうとした罪で。有罪。リック。気をつけろ、ブリッジ。あ、大丈夫。よし、これにて一件コンプリート。やった。よし、行くぞ。よくやった。うん、やったね。石があろうとなかろうと、地球などこの俺様が宇宙の塵にしてくれるわ。
ありがとう。はい、どうぞ。石は無事です。古いけど気のいいおじいちゃんキャラに騙されちゃったな。本当に何と言ったらいいか。格納シールドがなきゃあの化け物だって持て余してたよね。この忌まわしいものを2000年もの間守ってきたが、誰かに奪われたのはこれが初めてじゃ。今度賊に襲われるまでの100年で鍛え直せる。ああ、考えたんじゃが、わしらニュージーランドに引っ越そうと思うんじゃ。あそこなら誰にも見つかるまいて。ああ、達者でな、レンジャーたちよ。戦い続けるのじゃ。戦いって言えばもう一人のメンバーと話しつけなきゃな。なぜなんですか？あんなにじゃないですか？きっちり説明してください。シャドウはどこに行っちゃったんですよ？そうよ。どこにいたか知りたいか？シャドウは諸君の会話を聞いていたのだ。俺らはこうやってのんびりくつろいでない？シャドウレンジャーがいれば無敵だ。シャドウレンジャーが復活してからというもの、お前たちは私だけを頼り出した。 100% の力を注いで戦わねばグラムを倒すことなどできん。どのレンジャーも皆等しく重要なんだ。お前たちは私の助けなしでも勝てる、その自覚がなかっただけだ。ブリッジみたいに回りくどい。え？確かに助けてもらって当然と思ってた。二度と甘えません。よろしい。これ以上お前たちが町を破壊するのは見るに耐えんからな。あんた、なあなあなあ。お前がいるよ。はい、こんにちは。ジャック役のサイネリュウジです。今回の話は甘えるというテーマでしたけれども、人間誰しもね、何かしらに甘えてるんじゃないかと思いますけれども、僕なんかもね、基本的に甘えますね、よく。何甘えるかっていうと、あれですよ、ネット社会に甘えてます。合言葉は SPD。